どうも元仮想場職員のゲタハナオですはいえー、とこの前あのネット上とかでね結構なんかその火葬場のデマっぽいやつとかねまたなんかちょくちょく増えてるねーとかいう話をまあしてたんですけどなんか本当たまたまあれ YouTube かななんかショートとかかななんか見ててなんかもう新しいやつ見ましたね僕新しいやつ。えー、それねああのまあ あの仮想場で働いてますみたんか漫画系のやつでなんかようあるでしょう火葬場のねでも、まあ、あるんですけどまあそれのやつでなんかあの「ここで頑張って働いてます」みたいなでまあそのなんか遺族さんとなんかちょっと揉めてるんですよねなんかあのお骨上げの時にわーっとか言ってで「どうしたんですか?」って聞いたらあの骨がその残ってなかったとねでまあそれまあようあるんですよなんかその漫画の中ではその薬の影響でそうなっているっていうふうにまあ言ってるんですけどまあ まあ、あながち間違いじゃないけど、それだけでもないというか、まあね、その、なんでしょうね、年齢、えー、とともにですね、骨粗鬆症、骨粗しょう骨粗し症になったりとかね、えー、することもあるし、 でプラスまあその確かにああのまあ、薬で、えー、それで、まあ、骨がもろくなるから逆に骨を強くする薬も一緒に処方されたりとかもあるしまあでも一番の理由って動かなないことなんですよね、えー、すごく長い間ですね例えば寝たきりの状態だったとかなったらやっぱりあのだいぶ骨もろくなるんですよ。 これはね、なんか、よく、あの、遺族さんとか焼きすぎだなとかよく言うんですけど、あの、それは本当、焼きすぎとかではなく、もうね、あの、大体いいそうなっちゃうんですよね。あの、この、ちょうど3巻にもね、あの、僕、自分のおばあさんね、おばあちゃんをまあ仮装した話に載ってますけど、あの、その時も諸々だったんですよね。やっぱりその、結構、あの、長いこと、もう家でも、あの、ほとんど寝たきりの状態で、病院でも寝たきりだったんで、長かったんでね、 だからああのまあ、自分でやってもそうだったんであの本当にその残そうと思ってもね無理な時は無理みたいな、えー、まあそういうのがあるんですけど、まあ、それでちょっと揉めてるよみたいなでその中でなんか豆知識みたいな感じでええー、と思うんですけどあの「遺体がうまく焼けないと損害賠償を請求されることがある」って「そうなの長いこと過疎場で働いてたけど聞いたことないんだけど」っていう。 どこからその話作ったんでね。思いましたけどね。まあ,あのうなんすかね。それそれこそその職務怠慢でね。あのありますよ。その過去のすごい。昔の事例とかであの仮装ね。そのできてないのに、生焼けで遺族さんの前に出しちゃってとか。なんかそういうのありますよ。で、そのそれこそ最近だった遺骨の取り違いとかね。でそんなんわかるんですけど、うまく焼けないとっていうのってめっちゃふわっとしてね。みたいな <laughs> めちゃくちゃ怖くないみたいな。 なんんか思いませんこれもだちょっとあの僕、えー、と大好きなファミレスで例えますけどじゃあファミレスであのハンバーグね作って出しますと、ね、このハンバーグ美味しくなかったらお金払われませんみたいな感じのふわっとした感じです。 いやうまく焼けないと損害賠償を求められるっていうのね、まあ、聞いたことないんですけど「何これ」っていうのね、まあ、あれを見た全国の過疎場で働く人はなんか多分フ「フフフ」みたいな「ププ」みたいな感じになると思いますけどあの一切そんなことないですからね。 はい、あのー、あれまあほにね仮想で働きたいなっていう人があれ見たらちょっとビビるんじゃねえかと思って心配になるんですけどあの全然そんなことないんであのうまく焼けないとっていうかあのうまく焼けないことがないっていうねもうそもそもねあのそんな例えばですよ全然何も知らない分かってない人によしお前一人でやれみたいな, <laughs> なんかあの新人になんか全然知らないのに「はいやってみて」みたいなあのそんなことしないですからね。あの普通にちゃんんんとしますんでねなんかその うまく焼けないとっていうのもなんか若干ライトな感じがね。あの、そんなライトな、そんなライトじゃないですよ。あの仮想って。あの、なんか、あ、今回なんかちょっと微妙だったな、みたいな、そんな感じではやってないっていうね、あの、いうのがあるんですけどね。まあ、そう、はたから見たらもしかしたらね、まあそういうふうに思われるかもしれないけれども、まあなんか新、新たな都市伝説が生まれたな、みたいな、えー、いうふうに思います。ど、どう,どういう感じまあ、なんかの、 何か,、ね、かのその事件とか事故とかのやつを話だいぶ持ってそういうふうに。 なんか変えたのかなーっていうふうになんか思うんですけどねあの全然そんなことないですからね別にねまあもちろんさっき言ったみたいにそれこそなんかちゃんと仮装せずにね、えー、なんかそのもう事件事故レベルのことを起こしたそれはねいろいろあると思いますけれども、うん、なんかまあそんなことはないよっていうねお話をちょっとさせていただこうかなと頂、えー、い,いといた方が、うん、なんかいい気がして。あの だいたいほっといたらねあのそういうのすごい増殖しますんでね、はい、まあなんでしょうねなんかそういう話の方がまあウ,ウケるんだろうけどまあでもねなんかね <laughs> って思ってあの僕はちょっとねあの逆にちょっとあの訂正する方にね <laughs> 回っておきますねでまああのさっき言ったみたいにですねあのその骨がもろもろっていうのはねこれほんとね今の技術今の仮想場日本の仮想場ではねこれもうなかなか仕方ないところが。 ああ、これはもうあります。あの要は、まあ、お肉の部分がちゃんときれいに焼ける頃には骨がもろもろっていう状態なんですよ。イメージとして、まあ、あのお肉がなくなって、白骨になって、そこからさらに火を当てていたせいで、もろもろになったみたいなではないんですよ。あの、仮に僕がね、今亡くなって火葬されたら。多分、めちゃくちゃ骨きれいに残ると思います。あの、それはまあ、言って、この年齢だから。 で、別に自分で歩いてるし、運動できるから、あの骨というのは負荷をかけると強くなるんですよね。まあ、筋肉と同じようなもんだと思っていただいていいんですけど、だからその、例えば長いこと車椅子で、えー、っていう方だったら、足だけ結構もろもろっていうのはあるんですよ。だって使ってないから。からそんな感じなんですよね。だから、えー、例えばすごいご高齢で、えー、とかでも、なんかマラソンずっとしてましたとかいう人、逆にすごい残るとか。まあ、そもそもあの個人差あるんで、あの骨太の人もいればね、なんかあの骨がちょっと細めの方もおられるし、 えー、だからまあその辺は本当個人差もありつつお肉が、えー、仮装できて骨になった状態ですでにもろもろなんですよ骨がもろもろというのはだからあのその時点であそれは確かに無理かもなっていうふうに多分分かっていただければなというふうに思うんですよね。骨になってさらに仮装してるんじゃなくてもうお肉がなくなった状態がもうその状態と。 えー、なのでまあこれはもう今のね現在の,あの技術では今のところ防ぎようがないというのがまあ,あ大きな理由というか、えー、原因というか答えになります、はいえー。ということで本日もご視聴ありがとうございました。